はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。7月24日金曜日、今日はね、本来であれば、オリンピックの開会式があった日らしいです。トイレで気づきました。はい、ねえ、コロナがなければちょっともう世間はオリンピック一色になってたんでしょうね。うん、で我らがね、柔道のね、原沢久義選手のね活躍で、トリマンでもね熱狂の渦にね沸いてたと思います。まあこれはね、来年できるかどうか分かりませんけれどもね、来年にね期待したいと思いますね。でな、スポーツの日かななんかよくわからんね、祝日になってますけれども、まあ、世間一般のね学生さんたちが、8月のね1日からの夏休みらしいん で今日聞いたら、うちのね大学生の子も8月から、普通にね1ヶ月休みがあるっていうんで、9月いっぱいまでかね、10月からですよね、自分が大学生だった時を思い返してみますけれども、もはや、記憶がございませんね。まあ長かった記憶はありますけれども、2ヶ月あったんかな、って考えたらね、大学って、1年の3分の1も行ってない感じで、授業料ね、バカ高かったんだなと思うとね、お父さんお母さん申し訳ございませんでしたというね気持ちが本当強く湧いてまいります。学校によったらね、もう7月のもう今か、から高校生がね休みっていうところもあるんで、なんかねバラバラですね。はい、というわけでね、今日も、お弁当をね作って売ってました。で、GoTo キャンペーンね、何日目だ3日目か、なんですけれども、今日はね昨日までと打って変わって、まあ天気、まあお弁当をね売る時間帯ちょっと晴れてたのもあるのかもしれませんけれども、結構あの行き交う人がね多かったですね。でまあ GoTo 関係のね県外の人はね結構もうそのままね唐戸市場のお寿司めがけてバーッと行っちゃうんでね、相変わらずまあスルーが多かったんですけれども、中にはね、結構あのお弁当ね興味を示してくださる方も多くて、もうね久々でしたね、あ俺お弁当屋さんやったわってね思い出させていただいた日になりましたね。12時前ぐらいからね売り始めて、でもう12時10分前にはねもう残り1個になってましたからね。まあ言うてもでも、全部で14個だったんでね、で残り1個が売れたのが、12時半前ぐらいかな。だからもう久々にねパッと作ってパッと出してパッと売れましたっていう感じでね、うわー気持ちいいってなりましたね。まあ GoTo ちょっとバブル恩恵がありましたっていう感じですね。市場はね、まあ今日も天やわんやね、まさに GoTo ヘブンでしたっていう感じのね、画像がね SNS からでもねこう流れてきまして、忙しそうだなと思いながら、いいなと思いながらね、まあでもうちも、パッと売れましたから、ああよかったっていう感じでしたね。で、昼がね結構流れがあったんで、うわこれは夜行けるかもしれんなと思って、今日も超炸裂欲しいなとね思ってたわけですけれども、ご予約ねいただいてた、いつもね、お昼のねお弁当とか、まあ、夜のね、私の講師ともにね応援してくださってるね、
タクシーの運転手さんがね、奥様とねご来店くださって、トリマンカウンターをね刺繍してくださってたんですけれども、前半戦あの壊滅的なね、暇さ加減でしたね。暇でした。でそんな中最近ね、まあトリマンと私のことは大好きで、ファンになってくれてるね、小学校2年生のねボーイがいらっしゃるんですけど、そのねボーイご家族がね、お電話くださってご予約くださってご来店してするまでね本当、タクシー運転手さんのねご夫婦が本当孤軍奮闘を死守してくださるという形で、うわ GoTo もう終わったんかよと。でまあ昨日一昨日のねあのコロナの、出ましたから、2人ね下関市でまあその影響がもろ出たかなという感じでね、まああと、まあ、他県とかでもね、コロナがね感染がどんどん増加してますから、まあそんな感じで、ね、4連休といえどもちょっと日帰りの人が多かったんかなと思いながら、どうしたもんかいなと思いながらね、うーんってなってたんですけれども、まあ後半ね、後半になってもやっぱりパラパラっていう感じでしたね。まあ、GoTo 関係、県外のね、お客様、まあ比率で言ったらね本当に若いカップルばっかりでしたね。あいいなと思いながら ね、 あね彼氏彼女とね、お泊まり旅行ね、夜ご飯食べてるってことはお泊まりですね、ね、いいなと思いながら、若いなと思いながらね、青春ですねと思いながら、ありがとうございましたと、ね、感謝の気持ちでいっぱいでございました。で結構ね、地元のね、おばあちゃんちょっと年配の方がね、ご来店くださってたんですけれども、めちゃめちゃコロナのね、昨日おとついと出たのでかなり警戒心がね上がってましたね。まあ下関市民ね、まあ、全体的にまあそうなんでしょうけれども、ちょっと週まあまあまあよ4連休中はね、まあ、なんとかGoTo 関係とか、まあ、なんだかんだ、ね、いやいや連休の雰囲気とか、まあ、いろんな、感じで、ね、パラパラっと逃げ切れるかなっていう感じなんですけれども、ちょっとね週明けが本当ガッとクーンと落ちそうだなっていうのがね、外需がなくなってね内需だけになって、なおかつね警戒レベルがね、市民のね感情気持ちの面でかなり上がってきてますから、ちょっとやばいかなっていう感じで、8月まではね、8月というか7月いっぱいまではねなんとか逃げ切りでピューッと行きたかったんですけれどもね、前年アップはちょっと厳しいかなっていう形になってきたので、悔しいなと本当にね思っとる次第でございます。でね、小学2年生のね常連のボーイ、ドラゴンボールね大好きな子なんですけれども、ドラゴンボールのねあれフィギュアっていうのかな、プラでもプラモコーナーに置いてあったからプラモデルになるんかな、いつもね、自分じゃ作りきらんからお母さんが作るっていうで今回ねなんか新しいの買ったよーってかね自慢してましたけどね、ゴジータのなんたら4、スーパーサイヤ人3みたいなのの4があるんかな、そこね、そこの回とか見てないから分からんのやけども、髪の毛が赤くなるやつ、なんかちょろっと見たことありますね、青と赤があるんですよね。ね、こちとらスーパーサイヤ人3で止まってますからね、なんかすごいやつらしいですけど、それの顔は作ったと、ボーイが言ってましたね。であとは、通常通りお母様が仕上げで、まあ、仕上げつってもね、大体 90% お母さんが作ったという形なんでね、説教しました、たまには自分で作れと、ね、全然響いてなかったですけれどね、今度ね、いつかはね、買ってもらったよと、全部ね自分で一人で作れたよっていうね報告をね心待ちにね、
しておりますと。最近なんか知らんけど、あのじゃんけんをね挑んでくるんですけれども、前回挑んできた時はね、なんか知らんけど全部勝っちゃったんですよね僕が、うん、で今回ねなんか知らんけど、半分負けちゃいました。まあ、たまたまやったみたいですね。なんか読み合いみたいなね、その小学校2年生だから7歳ぐらいか、7歳8歳ぐらいかな、ね、私のね、4分の1ぐらいしか生きてないわけでね、洞察力、観察力ね、経験則ね、統計学やでと、ね、蓄積が違いますよと、じゃんけん負けませんよチビにはと思ってましたけれどもね、全然関係なかったみたいですね。ただの運でした。はい、でもね、運がいいことはね、非常にね、重要なね、ファクターっていうんですかね、なってるとね、商売をしながら日々思ってるわけでね、まあ、能力でね、何かを成し遂げるなんてのはね、まあ、たかがだか知れてるので、まあ、誰かにね、助けてもらえたりとかね、本当に、いろいろ自助努力をしたとて、ね、最後はもうほとんど本当にね、天を運に任せるみたいな形ですからね、本当にあの運が良い人を周りにね集めるっていうのは結構大事なことなんじゃないかなと、ね、経験則で、大変、大変というかね、思ってみたりする日々でございます。もう最近ねちょっとお年で来れなくなっちゃいましたけど、常連やったね94歳のねうちのトリマンのエースだったね最長老のおじいちゃんがね、元日本陸軍のね、兵隊さんやったんですけれども、よく言ってましたね、運がないね隊長のね元でね、出撃するともう弾が当たると、うん、でね全滅すると。これはねボンクラかもしれんけれども、本当になんか運、言葉じゃ説明できんけど、運がいいね、人っていうのがいて、それが、隊長のね舞台だとね、弾がピン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 飛んできても、ね、当たらんって言うんですよね、うん、すごい分かりやすい例えだなと。本当に生死をね分けた、運がいいか悪いかみたいなね、同じように弾が飛んできててもね、自分は当たらずに隣はバンバン当たってると、理屈じゃ、言葉じゃね、説明つかないですよね。本当に運ですよね、運だけやなと思いますね。でそういう人っていうのはね、本当にやっぱり、人生でおいてね、やっぱある程度成功をね収めてると、じいちゃんがねおっしゃってました。まあじいちゃん自身もね、最後の最後まで生き残ってね帰ってきましたからね。2回かな3回 2、3回部隊が全滅して、死亡したことになってて、靖国神社にねもう祀られてる体になってたみたいなね話を聞いたことがありますけれどもね、でもねちゃんと生きて帰ってきて、で自分でね商売始めて60年以上ねやっていましたからね。いや本当にねただただねすごいなっていう気持ちでいっぱいですね、まだ元気でねいてくれたら嬉しいんですけれどもね、どうしてるかな。まあそんな感じでね、まあじゃんけんの話からね戦争の話まで行きましたけれどもね、運っていうのはねやっぱり大事だなと思います、ね、よくね出てくるあのロイヤルウォーク先輩のねロイヤルウォークがね、私が欲しいのはね、まあ、ロイヤルウォーク自体はね、いい時計だと思いますけれどもね、誰がつけてるかによってもね、物が変わってきますからね。運っていうのはね、その身につけてるものに何か宿るんじゃないかなっていうのはね、結構ありますので、結構ね、時計とか財布とかっていうのはね、ずっと身につけてるものっていうのは、その人間の何かしらの 何かしらがね、宿ってるというね、もう体の一部みたいに、なってるようなね、感じだとね、私個人的には思ってるので、手っ取り早くね自分の運を足そうと思えばね、運のいい人のねそういうのをね、身につけてね、その人の持ってる運をね、パクっちゃうと足し算でね加算した方がね手っ取り早いなと。まあ一般のね会社とか組織で言ったらね、自分だけじゃうまいこといかないってなったらね、本当にまあ能力もあって運が良ければ一番いいんでしょうけれどもね、
たまにいますよね。何もできないけど、なんか知らんけど成功してるっていう人がねいますけれども、ね、私もあまり能力はないですけれどもね、生き残ってるからまあそれに近いのかなと思いますね。まあ中国のね、歴史で言ったらね、まあ三国志とか、孔と劉邦とかで言ったらね、劉邦であり劉備でありみたいな、結構人徳の人みたいなね、形で言われてる人がね、意外とそういうのがあるんじゃないかなと思いますよね。自分が何か特殊な力があるわけではないですし、まあ、劉邦もそうですし、劉備にしてもね、武芸に秀でてるわけでもないし、知望はね、特別高いわけでもないですしね、でもね、周りにね、もうきらごしのごとくね、人知勇合わせ持ったね武将が集まってきてるわけですからね、すごいですよね。でよくなんかの本で読んだな、書いてましたけども、武が、頭に立つのはありだと、まあ、よくねヤンキーさん上がりのね、人が会社を起こして成功するパターンとかねありますけども、けど知望の知、ね、頭のいい人が、知の人が、頭に立っちゃうとあんまりうまいこといかないと、まあまさにあの諸葛亮がそうでしたね、三国志で言ったらね、あんだけなんかもうね、万能な人に見えますけれども、結局、漢中から北上してね、行きましたけれども、とうとう魏にはね、たどり着けなかったですけどもね、なのでね、武と仁じゃないと、成功できないのかなとね、歴史を紐を解いてみて、頭が良くてこう頭でね、こうやるだけのタイプの人ではなかなか成功できないのかなと、まあ単独でね一人で何かやるんやったらいいでしょうけどね、なんか組織でやるときにはあんまり向いてないのかなっていうのをね、本読んでみたりとかね、まあ実体験でも、まあ、歴史の、ね、本を読んでみたりとか、まあいろいろありますけれども、そんなことを思ってみたりしますね。で、今日はね、そうやってね、ラブラブカップルさんね、Go to ラブラブカップルさん、たちにもね、助けてもらいながら、でね、最後は地元のね、だいぶ上って言ったもん、何歳だ、50ちょっとぐらいかな、の先輩がね、最後、ご来店くださってね、お話ししてたら、あ、そういや娘さんね、今就職したんでどうですかみたいなね話を聞いてたら、すごいよ手取りでね、25万あるって言ったもんね、うわすごいなと。でボーナスもまあまあ夜勤があるお仕事らしいんでね、あれなんですけれども、でボーナスもね6ヶ月分年間でねあるっていうから、6ヶ月分っていうことは基本給はね、まあ手取りで25やから、夜勤があったとしても20万ちょこだねやるけどね、20でね、半年分 6ヶ月でねかけて120万ね、年間120万ボーナスあったらいいね、1年目ですよね、いいなと思いながら、だいたいね最初のね夏は損失程度でね、で冬のボーナスからはね満額支給みたいな形をねよく聞きますけれども、いきなり満額支給ですからね、しかもコロナ関係なしでね、うわいいとこにね就職されたなっつってからね話をしてたんですけれどもね、でそれが下関のね会社さんらしいんでね、わざわざね東京とか行かんでもね地元でそうやって、なんぼなんよね、ざっくり計算したら400万は楽勝で超えるよね、年収500万近いんじゃないの400後半ぐらいなんじゃないの、すごいねと、って感じですけどね、で息子さんも、今ね学生らしいんですけどね、理学療法士のね、試験じゃないわ、になりたくて、お勉強大学でね勉強されてるらしいんですけれども、こちらもね就職したらねいきなりお姉ちゃん並みぐらいのね、
給料は出るでしょうみたいなことをお父さんがおっしゃってたので、いや資格強えなと。でそのお父さんもね、まあ、あの修行なんですけれども、いや資格はやっぱ強えなと、ね、自分をね顧みて資格って何があるかなと思ったらね、何でしょうね、中免、自動二輪中免 400cc までね乗れるバイクの免許、あと普通の自動車の免許、英検4級以上ですねえ、びっくりした。40今年1になろうかというね大人がね、まさかのね3つしか資格持ってないんです。しかもね英検4級を資格と呼んじゃ本当はいけないらしいですけどね、資格持ってなかったですね。あ、食品衛生許可証は許可証やからね、あれ資格に一応なるのかな、まあそれ無理やり入れたら4つ、それでもね生きてますよちゃんとねご飯も食べれてますよ、痩せてませんよ、ね、平均ね、平均的な、40代のね、体重体型、よりちょい太りぐらいかな、を維持できてますよと、ね、というわけでね、すげえな最近の若者はと、そして、すげえなと下関の会社とね思いました、まあ、そういうね会社に巡り会えるのもね本当に運だなと思ってね。でそこのある、大学を出てなければその会社には入ってないって言ってましたし、本当ね巡り合わせですよね。でその息子さん今年からね大学生だったんですけれども、広島のね大学の方の方が、まあ、レベルは高かったらしいんですけど、九州の方にね結局行ったらしいんですけどね、ですぐなんか彼女ができたって言ってましたからね、おおっつって広島行ってたらねどうなってたわからないし、もしかしたらねコロナになってたかもしれないし、彼女ができたらしいですよね、やっぱ九州でしょうね、可愛い子多いからね、おめでとう、よかったねはいね、はい、そんな若者のね、幸せとね、希望あるね未来にちょろっとね、触れることができまして、私もね、個人的に頑張っていきたいなと、いう思いが、強くなりましたということでね、今日も終わっていきたいと思います。はい、予約をください。0832321619、シュトリマーチャンネル、登録50人達成しました。でね、昨日というか、登録人数ね見たら、53になってましたからね、びっくりしましたね、1日1人増えました昨日も52人になったっつってね喜んでましたけど、もまさかのね連続で伸びてます、53人になりました。53人目のね、ポチリ押してくださった方どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございます。ああ嬉しいね、嬉しいよ、この勢いでいったらね半年で100人いけるんじゃないですかねいけたらいいね、この間野々村ね、ソプラノ歌手の野々村彩乃ちゃんのお父さんと話してたらね、娘さんがね、チャンネル登録数4000人達成したみたいなね話をしてて、すげえな、伸び率がすげえなとね、さすがさすがね、さすがですね、あやかりたいと思います。はい、というわけで今日は以上となります。チャンネル登録お願いいたします。はい、終わります。ご視聴ありがとうございました。